みんなで一緒にモンハンライフのアートといいます。ますこんばんは。今回紹介するのはアイスボーン。こちらの新情報のまとめになります。まず一番最初に紹介したいのが武器の派生。画面の一番下に注目してください。攻防武器派生。こちらの項目にさらに一つ。 派生が追加されていますこちらの攻防武器というのは天井天下無双刀。新たに登場する武器の名称はわかりませんが、おそらく天井天下、天地無双刀だと思います。こちらは前回の動画でも紹介していますが、闘技場の方、今のうちに回した方がおすすめです。次に注目していただきたいのが、 こちらの上を見ると、溶ウザゾラマグダロスの派生となっています。おそらくですけども、亜種、もしくは希少種といった古竜の新しい種類が出る可能性が高いです。また、武器のレベル、レア度が12まで存在することを確認できました。 次に、武器の攻撃力になります。こちらは、鉄刀の発生、表示攻撃力が726となっており、切れ味が素で白色が発生しています。また、スロットが2個となっており、アイスボーンの直後に作れる武器と思われますが、非常に強いです。現状、モンスターハンターワールドでは、 マムタロトの鑑定武器ガイラソード比が最強となっておりますがアイスボーンでは最初の段階でマムタロトの鑑定武器全て超える可能性が高いですただし属性に関しては分かりませんので鑑定武器が輝く可能性はまだありますただし現状マムタロトを周回するというのは いいらないかもしれません装飾品また墓石の方をしっかり集めていこうく宝がいいかもしれません先ほどのマムタロトの話の続きにもなりますけども墓石のレベルが追加されています画面は耳栓の墓石がレベル3からレベル4への強化先となっています そのため、護石は現状のものを使いそうなものはすべて作っておいても損はありません。アイスボーンまでまだ1ヶ月ありますので、護石の方は優先して作っていくといいと思います。次に紹介するのは、天心の創意です。天心の創意の効果は、モンスターハンターワールドでは90秒でした。 アイスボーンでは、効果の方が強くなったのかという点に関してですけども弱体化しております。今までのシリーズですと、時間が切れるまで効果は継続して発動しました。しかし、アイスボーンでは動き回った際に効果は切れません。ただし、モンスターの攻撃を受けるたびに、 ゲージの方が激しく減っていきます。大型モンスターでしたら45発の攻撃を受けただけで総意が切れる可能性が高いですそのためモンスターハンターワールドで可能だった爆弾を利用するスタイリッシュボーマー等々の動きはほぼできなくなったと言えます天使の層意に関しては弱体化したと言えると思います 次に紹介するのが装飾品です。アイスボーンでは装飾品の4スロットが登場します。効果の方はほぼ倍のスキルがつきます。例えば画面の法術呪2と表示されていますが4スローを1つ使うことにより法術レベル2がつくことが可能です。 そのため今まで装飾品で圧迫していたものがより快適に装備の構成ができると思いますただしその分スキルの構成が難しくなるため防具の構成装飾品の組み合わせこちらをいろいろ考える難しさまた楽しさが出てきます いろんな組み合わせを試せる機会と言えるかもしれません。次に、みんなが気になっているスキルの内容になります。まずはこちらをご覧ください。無撃銃装備中の無属性武器を強化する非常に強力な装飾品です。画面の右側。 表示攻撃力が746から782に上がっていることがわかります。これは倍率ですと1.05倍です。モンスターハンターワールドでは1.1倍でした。そのため、無属性武器に関しては弱体化したと言えます。ただし、今後、無属性武器自体が単体で強い可能性がありますので、 上昇値を抑えた結果と見られる可能性もあります。また、属性武器が今まであまり使われていなかったので、そういう意味でもいい修正かもしれません。次に、昼ム軽減、対象順になります。レベル1からレベル3に、総中根エキス効果一部効果上昇という 内容が追加されていますどういった効果は判明していませんが総中高の方にとっては見逃せないスキルとなっているかもしれませんこちらは教団銃になりますがレベル2が追加されています同様に貫通銃三段銃にも追加されています効果の方は威力をさらにアップ とありますがレベル1の上昇値が変わっている可能性がありますので一概に強くなっているとは断言できませんこちらは麻痺属性強化になりますレベルの4が追加され効果の方は蓄積値を1.3倍とかなり上昇値としてはありがたいですアイスボーンで 麻痺属性が有効なモンスターの場合には、ひたすら麻痺を入れるということも可能になるかもしれません。また、睡眠属性強化の方は確認できていませんが、もし同様のスキルであれば使う機会増えるかもしれません。同様に、爆破属性強化も1.3倍という項目が追加されています。ただし、今作の モンスターハンターシリーズは爆破属性が非常に弱いです。ただし、アイスボーンでブラキディオスが登場しますので、もしかしたら何かしらの修正、もしくは爆破属性自体がかなり数値が上がっているかもしれません。非常に楽しみなスキルの一つと言えます。こちらは属性の攻撃評価。 レベル6が追加され、倍となっています。以前弓の属性値が弱体化という動画の中でも説明していますがやはり上限の突破がここで確認できました属性武器に関してもまだまだ使えると思いますここからは攻撃関係のスキルです 見切りに関しては各レベル1ごとに5%になっており、こちらは情報修正となります。見切りというスキルが非常に使いやすくなったと言えると思います。先ほどの見切りと違い、弱点特攻はかなり弱体化しています。スキルの内容ですけれども、有効部位への攻撃時、 回心率が10%。傷がついていればさらに5%。この傷というのはおそらくクラッチクロの内容だと思います。今までは10%、30%、50%となっていましたが、傷の分が分かれた内容のスキルとなっています。そのため弱点特効はかなり弱体化したと言えます。 同様に、渾身というスキルも弱体化しています。スキルの内容だけを見ると、効果発動時、会心率が10%、20%、30%と表示されています。内容が変わらないように見えますが、一番上、スタミナゲージが満タイの状態をしばらく維持していると、会心率が上がる。このしばらく維持していると、 というのは5秒となります。動画のプレイでは5秒間経った際にスキルの発動が確認しています。そのため、タチの見切り斬り、その他の武器の回避行動の後、というのは打点が非常に落ちてしまいます。そのため、渾身に関しても弱体化したと言えます。ただし、まだまだ使いやすいという意味では、渾身は使えると思います。 次に、底力、火事場のスキルになります。こちらは大幅に下方修正が行われています。攻撃力が上昇値が下がり、防御力の上昇値が上がっています。そのため、火事場に関しては非常に使いにくいスキルとなっています。 こちらは説明ではわかりにくい部分もありますので、今回の修正されたスキルの早見表になります。アイスボーンとモンスターハンターワールドでのスキルの変化がわかると思います。ぜひこちらも確認をしてみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になったら、評価の方とチャンネル登録。 よろしくお願いします。